こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。いよいよだな。いよいよですね。パリオリンピック出場権をかけた試合が迫ってきた。おそらく練習よりもコンディション調整や戦術確認に時間を費やすと思う。そんな中でキャプテン熊谷選手のコメントが入ってきてるので見てみよう。8年前の悲劇を知るなでしこジャパン主将熊谷咲が大一番へ決意。ここで勝たなきゃ全て終わり。女子サッカーの未来のためにも最高の仲間たちともっともっと長くやりたい。日本女子代表が2月26日28日に国立競技場で行われるパリ五輪のアジア最終予選第2戦の北朝鮮戦、サウジアラビアでの第1戦は0対0に向け千葉県内で練習を実施した。強風が吹き荒れる中、およそ1時間のメニューをこなした後、キャプテンの熊谷咲が取材に対応。五輪出場の重要性を説いた。なでしこジャパンは2011年ワールドカップで優勝し、翌年のロンドン五輪と2015年 W 杯で準優勝。一気に強豪国の仲間入りを果たしたが、2016年のリオ五輪はまさかの予選敗退に終わり、出場は叶わず。そうした経緯もあり、日本国内で女子サッカー人気は下降線をたどった。絶頂期も悔しさも知る33歳の主将は、一戦目の前にチームみんなに話したことでもあるんですけど、と前置きした上で、全てが決まる第2戦への決意をこう示した。リオ五輪を逃した後、長くやってきたチームが解散になって、新しい代表としてのチームになる中で、やっぱり私自身、この最高の仲間たちともっともっと長くやりたい強い気持ちがあって、それが自分のモチベーションになっている意味でも、本当に勝つしかない。自分たちのためにも、女子サッカーの未来のためにも、世界で戦うなでしこをみんなに見てもらえる機会を絶対に逃しちゃいけないと思うので、その気持ちでしっかり戦いたいです。本当に苦しい時期も私自身は選手として感じました。リオを逃したことが全てではないかもしれないですけど、出場機会を逃したことはすごく大きなダメージになったと思います。やっぱり見ていただけないと、試合をやっていることも知られない状況になってしまうと思うので、少しでも見てもらえる機会を増やしていけるように、切符を取ってオリンピックでも活躍するなでしこジャパンを見せられるようにやっていきたいと思っています。決戦の舞台は聖地国立。熊谷は本当にチャンスでしかないというチャンスと同時にここで勝たなきゃ本当に全て終わりなので、そういった意味で最後にホームで戦えることはすごく嬉しく思います。応援してくれている皆さんと一緒にパリ行きの切符をつかめる本当に最大のチャンスだと思っているので、私たちにとってのアドバンテージにしてしっかり戦いたいです。8年前の悲劇を繰り返さないためにも、なでしこジャパンは難敵を下し、最大のアピールの場ともなる大舞台への切符をつかめるか。世界を制したこともあり、リオオリンピック出場を逃した経験のある熊谷選手の言葉は重みがありますね。そうだな。この試合が今後の日本女子サッカーにどんな影響があるのか身をもって知ってる。だからこそ気持ちの入れ込み方は人一倍だと思う。出場を逃した後の女子サッカー人気は薄くなりましたものね。もうそんなことを繰り返したくない気持ちが溢れ出てる。ただ、一方で違う見方も出ている。アンカーポジションでの谷川選手の起用だ。まずはその記事を見てみよう。アンカー熊谷は限界か。18歳の谷川に、運命の鍵を委ねるべき。なでしこジャパンコラム。遠藤と宮沢不在の左サイドは完全沈黙。宮沢と遠藤が不在だと、ここまでなでしこジャパンは劣勢を強いられるのか。サウジアラビアでの北朝鮮戦を受けての素直な感想だ。この日、なでしこジャパンの左サイドは完全に沈黙した。ウイングの植木とサイドバックの古賀の距離感が悪く、そのせいで同サイドのインサイドハーフに入った長野も前半途中までほとんどボールに絡めなかった。長野がボールに触れるようになったのは長谷川と左右のポジションを入れ替えてから。昨年の女子ワールドカップ以後、なでしこジャパンはアンカーに熊谷を置く 4-3-3 システムを採用。そこで戦術の肝になっていたのが左サイドバックの遠藤で、ドリブルとパスで緩急をつけた遠藤とうまく攻撃を組み立てていたのがスピーディかつテクニカルな宮沢なのだ。当然ながらこの2人を揃って負傷離脱で欠いたダメージはあまりにも大きかった。正直遠藤と宮沢の代役は存在しない。それが第一戦を受けての見解だ。左サイドからの展開は期待できず、ならば右サイドから崩そうとしても連動した攻撃はほとんど見られない。試合を振り返ればなでしこジャパンの決定機は41分に田中が放ったシュートのみ。一方で北朝鮮に複数の得点機を与えたことを踏まえると、奇跡のスコアレスドローとも言えた。攻撃が停滞した原因の一つはアンカーの熊谷だろう。ボールを受けても横パスやバックパスが多く、効果的な縦パスをインサイドハーフの長谷川やセンターフォワードの田中にあまりつけられなかった。豊富な経験は確かに貴重だが、果たして熊谷のアンカー起用にこだわるべきなのか。展開力で判断するなら断然谷川の方が良い。谷川の経験不足が懸念となるなら
林でもいい。2月28日の国立での第2戦、池田監督はどんなオーダーを組むのか。池田監督に失礼を承知で言わせてもらうなら、18歳の谷川に運命の鍵を委ねるべきだ。安価、熊谷は限界ではないのか。ここで谷川を起用してチームの勝利を体感できれば、谷川自身にとっても大きな財産になるし、世代交代を推し進めることもできる。いずれにしても左サイドの最適解が見当たらない中で、せめてアンカーの改善は図るべきだ。女子ワールドカップまでは 4-2-3-1 システムを採用していたな。ボランチの位置に長谷川選手と長野選手を並べてました。大会が終わってからはアンカーを熊谷選手が務めてましたね。そうだ。そして前回北朝鮮との第一戦で後半途中から18歳の谷川選手と交代した。その後前線への展開が目に見えて多くなった。だいぶ前の話になって恐縮だが、1997年のジョホールバルの歓喜を思い出してしまった。随分古い話ですね。なんで思い出したんですか？この試合、男子日本代表が初めてのワールドカップ出場権をかけてイランと対戦したんだ。この時、1対2で負けていた状況下で、絶対的なエースであった和子と三浦和義選手を途中交代させた。負けられない一戦で絶対的エースを外すってすごく勇気がいりますね。結果逆転してワールドカップへの出場権を手にしたんだ。その後、カズはフランスワールドカップのメンバーに選ばれなかった。そんな状況を思い出してしまったのさ。そんな経緯があったんですね。ここでこの記事に対するネットの意見も見てみよう。ここで勝たなきゃ全て終わり。その通りだと思う。だとするならなおのこと。池田監督は熊谷を外すという英断を下さないといけない。谷川という司法がいるにもかかわらず、それでも熊谷をアンカーに置くのなら、自身の身体をかけて心中する覚悟でお願いいたします。このオリンピックを逃すと、もう女子サッカーの未来はかなり厳しいと思う。最高の仲間とまだまだやりたいなら、ベンチから鼓舞するのもキャプテンの仕事ですよ。一線から離れるのも必要だと思います。もちろん熊谷選手のことは過去の戦績を見てもリスペクトしています。熊谷も長野も狙われていたので交代は理解できる。よく無失点で終われたというのが正直な感想。相手は日本の弱点をというより、日本がディフェンダーの背後を全く狙わないので、後ろの枚数を削って中の人数を増やしてきた。ベンチはもちろん分かっていたはずですが、走れる適任な選手がいなかったんですね。ありえないキックミスも結局は数的不利から圧力を受けたからで、藤野や清水だけの責任でもないでしょう。次のホームでは当然対策するだろうし、今日の引き分けは日本に有利に働くと思います。熊谷選手は明らかにコンディションが悪いような内容でした。もともと足元の技術力が高いタイプではないので、途中交代も仕方なかったと思います。谷川選手はボンミスもありましたが、入ってからの方が攻撃は活性化しました。次はホームなので、チームとしてコンディション整えて躍動することを期待してます。正直日本が負けると思いましたが、北朝鮮の決定力の弱さに助けられました。特に後半は日本が全くシュートを打てなかったし、北朝鮮は球際がかなり強く、日本はフィジカルコンタクトを避けている印象でした。勝てなかったのは熊谷選手の交代など、選手起用の問題ではないと思います。もっとフィジカル的に当たっていかないと、次戦は危ないと思います。交代で出場した谷川選手の配球と推進力を見てしまうと、熊谷選手の普段より一つ前での配置はうまくいってないし、チームを停滞させていたように見えました。ビルドアップ時に最終ライン中央に降りて3バックにし、サイドバックを押し出す形も何度かありましたが、今回の相手では必要なかった。相手がもっとボール保持だったり蹴ってくるチームならフィルターとして機能すると思いますが、日本が保持して試合を作る側だと、もっと適切な選手がいると思います。熊谷選手は十分経験も実力もある選手であることは間違いない。ただ今の状況下で適切なポジションがアンカーとは思えない。若い谷川選手にかけるのも一つの手だと思います。コンディションや選手の相性などもあるから、一概には何とも言えない。何はともあれ、これを決めるのは池田監督だ。第一戦と同じようなゲームの入り方はしないと思うが、どうなるかな。選手の皆さん、何としてもパリオリンピック出場権をもぎ取ってください。オリンピックの舞台でなでしこのサッカーを見せてほしいぜ。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。